崎チャンネル総チェック、はい、のお時間でございます。今日月曜日ね、総チェックということですけども、今日はちなみにですね、試合があるみたいです。月曜日はですね、DeNA 中日、ヤクルト広島、楽天ソフトバンク、オリックス西武、日本ハムロッテとね、試合があるようですけども、佐々木総チェックは月曜日は試合を見るのお休みとさせていただきます。ベイ FM のね、ザ・ベイライン4時から7時までラジオもありますしですね、週1回は休みたいので、月曜日の総チェックはね、しません。軽くね、次の金曜日に、触れますけども、今日、日曜日までのチェックをしていきたいと思います。あ、そしてですね、最後にですね、明日の試合の重要度の試合展開、あとはね、こういう風にした方がいいよっていうね、ところは最後に申し送り事項で言いたいと思いますので、ぜひ最後まで見てくださいということで、そうチェックね、今日試合ありますけども、皆さん見てくださいね。さあ、ということでね、一番最初パリーグね、楽天対ソフトバンク、18日雨天中止、19日4対2で楽天、現在1勝楽天のリードということになりますけども、まあ、この日ね、4対2ということでですね、楽天はね、先発岸、そして、ソフトバンクね、石川ということでね、今日のテーマはこちらです。ソフトバンク取れる時に取らないからこうなる、そして負けるっていうね、この一文がですね、ふさわしい試合展開、でしたね。まあ、ちなみにですね、岸ね、5回3分の2、98球、8安打4三振、1四球、2失点とね、まあ3回にね、今宮のタイムリー、そして、6回に、マッチのね、あのカーブをもう土先で当たってね、シャンクみたいな感じで落ちてね、タイムリーを打たれましたけども、まあ、全体的にね、球数がちょっとね、多かったかなっていうところがね、心配で、まあ、そこがね、98球、5回3分の2、98球っていうところでね、ちょっと球数多かったかなっていうね。で、逆にね、石川、5回な74球、3安打3三振、2四球、2デッドボール、2失点と、ちょっとね、大荒れっていうね、展開でしたけども、まあ、楽天はね、2回、島内フォアボール、で、岡島がね、デッドボール、で、茂木がレフト前ヒット、ノーアウト満塁からカスティーを三振して、辰巳がデッドボール、で、隅谷463、ダブルプレーということで、よくね、1失点で踏ん張った。けども、3四死球で1失点はね、ちょっと立ち上がりきつい展開かなと。まあ、その後ね、先ほど言ったように今宮がね、ヒットを打って取り返すんだけども、ここね、しっかりね、カカーって続けばね、よかった。まあでもね、1点取ってよかった。ね。で、続いてね、5回裏、ね、隅田にレフトでね、勝ち越しのホームラン。で、7回裏ね、島内のホームランというところで、仙台はね、楽天生命パークね、基本的にレフトからライトに風が吹いてるから、レフトってそんな伸びないんだよね。で、ライトは結構伸びる。でね、島内もホームラン、ヒーローインテーブルでね、言ってましたけども、風のおかげっていうところね、風乗った。逆に言うと、隅田にね、レフト、逆風っていうところもあってね、よくね、放り込めたらっていうね、ナイスパワーっていうね、ところありますけども、まあね、この取れる時に取らないとこうなるソフトバンク打線っていうところでね、まず2回ね、栗原、叩きつけてね、内野安打で、デスパイネレフト前ヒットで、ノーアウト1塁から中村晃のね、663ダブルプレーっていうところで、バントでもよかったかな、まあ、結果論だけどね。で、そして、4回、デスパイネツーベース打って、ワンアウト2塁から中村晃センターフライ、リチャードレフトフライでね、ここももう1本です。そして、5回、海が先頭ね、レフトでツーベース打って、三森が送りバントして、牧原、今宮とね、得点できず、凡退と。で、6回、ね、ここ1点取るんだけども、柳田センター前、で、栗原ね、三振、この間に柳田盗塁、デスパイのフォアボール、ワンアウト1塁から、中村晃、ピッチャーゴロ、1、3塁になって、マッチのレフト前、で、ツーアウト2、3塁になって、海フォアボール、で、三森がショートゴロとね、ここ、1点取れずっていうね、こう、ちょっとチャンスはね、圧倒的にソフトバンクの方が多かったのよ。そこをね、仕留めきれずっていうところで痛い反省になったかなと。あとはね、石川ね、やっぱ2回にデッドボール、フォアボール連発でね、失点っていうところは非常に痛かったかなというね。まあね、今日の試合どうなるのかね、大事な一戦でございます。取れる時にしっかり取ろう、ソフトバンク。はい。続いて、オリックス対西武。18日4対0でオリックス、そして19日4対1でオリックス。オリックスが今2勝ということでね、一気に3立てなるかっていうところですけども、18日オリックスね、山本、8回119球、5安打 11奪三振、1つのフォアボールで無失点、11連勝。グーッツ、素晴らしいね。
すべてのカウントでね、すべての球種が使える、そして制球よく投げれるっていうところでね、相手バッターはやっぱりね、どのカウントでもどの球種でも常に待っとかなきゃいけないっていうところで、なかなかね、山張るのも難しい状況にいるなっていうのはね、投球見てて感じましたけど、さすがにちょっと難しいかなと。逆に西武ね、今井、6回101球、6安打9三振、2四球4失点と、いや、悪くはない。ね、これまあ、失点したらもう仕方ない。ね、こういったね、フォームもね、あのままでいい。ね、前回のね、関東完封した時とね、同じように投げれたから、まあそれはね、ちゃんと投げても打たれる時もある。でもね、このまま続けていこう。ね、4失点したけど、俺はいいと思う。ね、このままね、しっかり固めて、再現性よく投げて、ね、次にっていうね、ところで成長していってもらいたいなと思います。西武がね、唯一のチャンスはね、5回表、ね、外崎フォアボール、ウデンティンレフト前、山川三振、川越三振、で、岸のところでね、二塁ランナー外崎が盗塁アウトになって、まあ、チャンスをね、行かせないっていうところになりましたけども、外崎もうちょっと前で走れないかな。2アウトから走ってもそんな旨味ないよね。せめて川越、まあ川越がね、左だから走りづらかったっていうのもあるかもわかんないけど、もうちょっと早めに走れたらね、よかったかなと思いましたね。で、オリックス、4回裏ね、杉本センター前、T センター前、で、もや初球のストレートをね、左中間へ、タイムリーツーベース。で、ノーアウト2塁になって西村セカンドフライ。ここで、進塁打打たなきゃ。こういったところでちょっとずつの追加点していかなきゃ。吉田正尚いないんだから。こういったところでね、まあ勝ったからいいけど、こういったところでしっかり進塁で打って若月がね、もう1点取る。こう3点目取るって非常に大事だった。この西村がね、進塁で打てないこと、バッと。ね。で、この後若月センターフライ。で、足立サードゴロでね、追加点取れず。で、5回裏ね、ワンアウトから胸フォアボール。で、紅林がね、レフでツーマン。紅林、グーッと、ナイスバッティ。ここね、紅林が5回に点取ったからね、一気に流れが来てよかったけども、やっぱりこういうね、しっかりしたものっていうのはね、しっかり打席でね、考えてやってもらいたいなと、思います。で、15日、4対1でオリックスっていうところで、まあ、西武ね、渡辺、4回59球、4安打、1三振、1四球、1デッドボール、1失点。まあ、5回ね、危険球で退場しましたけど、まあ、伏見がね、当たりましたけど、その後ね、出てきて、まあ、大事に至らないでね、良かったな、というのはありますけども、良かったけどね、いい感じで投げれてたんで、また次々ね、しっかり調整していってもらいたいなと。で、5回ね、ここね、水上、リリーフで出てきてね、しっかりリリーフ、グッと。ね、次の回ね、ちょっと1点取られましたけども、この回ね、しっかり防いでやってるところはね、緊急リリーフ登板になった中でね、そこをしっかり投げれたっていうところは、非常に素晴らしかったと思います。で、オリックスね、山崎幸也、6回77球、3安打3三振、無四球1失点、ね、緩急つけて持ち味、素晴らしく出したかなと。グッピッチ。ね。まあ、4回ね、中村、センター、ホームラン。でね、4回裏ね、T 岡田、ライトへホームラン。ここホームランね、打ち合いっていうところになりましたけども、オリックスの攻撃ね、6回裏、杉本がね、ツーベース。で、ピッチャー久保になって、T 岡田、サードゴロの間に三塁へ。で、もやがね、レフトへ犠牲フライ。まあ、こういうのは大事ね。しっかり1点取っていくっていうね、この、ちょっとずつのね、チャンスを生かすっていうところがね、非常に大事。で、8回裏、ワンアウトから、杉本デッドボール。で、ダイソー佐野、盗塁してから T が、ライトへ2本目のツーラン。T 岡田、スパイラル、素晴らしい、ナイスバッティングね。でね、リリーフも比嘉3分の2で、海田ね、まだフォアボール出してまあ0回で、吉田三振3分の1、ヒギンス1回、西野1回とね、しっかりリリーフはね、冷風っていうね、これリリーフがしっかりパワーンと安定したらね、もうトリックスかってね、いきそうなんだけどね。で、西武はね、攻めてなしっていうところで、これっていうね、攻撃4回はね、中村ホームランだけだったかなっていうところもねありますね。まあ現在ね、オリックス2連勝、今日どうなるのかっていう戦いですね。さあ続いて、ディープハーブ対ロッテ。18日1対0で日本ハム、19日0対4でロッテ、1勝1敗の5分っていうね、ところになりましたけども、18日日本ハムバーヘーゲンね、6回100球1安打11奪三振1四球無失点と、まあストレートがね、力強く高めにしっかり決まって、スライダーカーブ緩急っていうところで、カーブね、緩急がついた、非常にグッドピッチね。まあバーヘーゲンね、ロドリゲスね、共にクイックが遅いね。結局4盗塁、バーヘーゲン1個、ロドリゲス2個、まあ杉浦ね、1個っていうところで、ちょっと、ね、これまあ、結果論として、抑えてるからいい、ランナー出してないからいいけど、これランナー出したらやばいよ、ほんと。モロハの続き、ね、せっかくいいピッチングしてるだけに、こういったところをしっかりやってほしい。清水がね、どれだけいい球投げたって、あれはアウトにできないよ。ね、で慌ててね、結局ボールがそれるっていうね、途中のあの一三塁の時の暴投気味、危なかったよ。ね、無理して投げちゃダメ。ね、で、日本はね、3回裏、佐藤がセンター前で、清水がね、バンド失敗で、ここでどうなるかっていうところでね、浅間の、ショートゴロ4-6-3、ダブルプレーなるかっていうところでね、セカンド中村がファーストへ悪送球、まあこれでもね、ちゃんと投げててもセーフっぽかったけどね。
で、ツーアウト二塁になって西川がね、右中間へタイムリースリーベース。この1点。まあ、この1点をね、守り切ったわけなんだけども、まあ、7回裏ね、ワンアウトから、高浜ライト前、石井ライト前、佐藤ライト前。ここでね、清水の 4-2-3 ダブル。ここでもう1点欲しかったね。そしたらもうちょっと楽な展開。でもロッテはね、岩下、6回95球、4安打4三振、無四球1失点と。まあ、とにかくストレートが良かった。ストレートしっかり力強く、体重も乗ってね、しっかり投げ切れたことで、まあ、他のね、変化球も生きたかなっていうところで、しっかりね、グッピッチ。まあ、負けてはしたけどね。で、8回表ね、ロッテの攻撃、角中フォアボール。で、ダイソー和田。で、盗塁。ね。で、代打。ね。ミキ。バンと。失敗。2-5。タッチアウト。バーッ決まってたら勝ってたよ。最悪引き分け。で、ダイソー岡が出て。で、藤岡の時、ランエンドヒット。で、1、3塁。で、藤岡盗塁。この時、清水危なかったよ。冒頭。本当に。ワンパンになってたよ。で、ワンアウト2、3塁になって、小久保。ショートゴロ。ね。で、ホーム投げて、で、まあ、ランランプレーになって、アウトになって、で、荻野デッドボール、満塁、藤原三振。こういったところで打ってたのよ。ちょっと前まで、パンパーンとね、この終盤の攻撃。で、9回表、中村レフト前、で、盗塁、マーティン三振、レアードライトフライ、で、代打安田ショートフライと、結局は1対0で日本ハムの勝ち越し。でも、8回9回粘ったよ。いい感じで、ダイソーパンパン出てきてね。でも逆にパンパンそこ通りされてるようじゃダメだよ。危なっかしいよ。ね。そして、19日、4対0でロッテっていうところでね。ロッテ、小島、9回115球、4安打6三振、1四球、無失点。対角線が非常にグッド。ビッググ。非常に素晴らしい。まあ、これができればね、ほんと10勝いける。まあ、小島のね、あ、小島じゃないよ。小島だよだ。小島の、小島ちょっと待って、分かんなくなってきたじゃん。小島じゃん。小島じゃないよ。小島だよ。このね、対角線のピッチングができれば、もう10勝いける。ね、最後、なんか球走らなかったら声出しましたって言ったけど、非常にストレートね、力乗っていいピッチングできたかなと。初完封、おめでとう。ね。で、あとね、打線も非常に粘り強かった。まあ、すべて2アウトからって言ってね。まあ、4回、2アウトから中村レフト前、マーティンフォアボール、レアードレフト前タイムリー。で、ここで終わらないで、その後山口のセンター前タイムリー。この1点が大きい。加藤としてはこのやっぱりマーティンのフォアボール。これが痛い。で、6回表も、2アウトからレアードのね、ホームラン。スーッと、言っちゃった。スーッと。もうほんと、声出て、スーッと言ってた。パーンと打たれて、もったいない。もうちょっと意識しなきゃな。で、8回、2アウトから、ピッチャー宮西、中村レフト前、マーティンデッドボール、で、レアードがレフトへタイムリーっていうね。これ2アウトからね、非常に粘り強くね、で、レアードがしっかり打ったっていうところでね、攻撃できた。逆にね、日本はもうちょっと考えてやらないともったいないね。このまあ、マーティンへのフォアボールでデッドボールっていうところでね、しかも対左っていうね。まあ、警戒しすぎてるんで、ここ結局勝負しなきゃいけないんだからね。そういったところではレアードのね、非常にいい働きできたかなと。日本ハムは6回裏、2アウト1塁、近藤のね、ショートゴロ、ショートエチバリア、ダイビングキャッチで、セカンドアウト。あれ、リクエストだけど、あれアウトっぽかったね。非常に中村がね、いい伸びしたかなっていうところでね。まあ、ここがね、キーポイントだね。ここ今度あれ抜けてたらね、ひょっとしたらっていうところはあったけども、エチバリア、グッド、ナイス守備。ね。結局、1勝1敗。ね。今日どうなるのかっていう戦いですね。続いてセリーグ。日曜日の試合はカードが変わったので、最後に、3試合ずっと持っていきます。まずは、17日、18日の試合。広島 DeNA、17日雨天中止。で、18日2対4で DeNA。DeNA、6回3分の2、京山ね、120球、6安打8三振、3四球1失点と、ストレートカット、フォークボール、球数多くなったが、まあ、粘りの投球できたかなっていうね。まあ、こういうのも大事ね。まあ、苦しんでもしっかり粘って投球することがね、やっぱ調子のね、こうっていうのはあるから、その中でもしっかり粘りのね、投球できたかなと。広島大瀬良、7回93球、4安打6三振、1四球1失点。カットボールがね、非常に良かった。ね。特に DeNA 攻撃ね、3回表、桑原、セカンドゴロ、柴田セカンドゴロ、佐野セカンドゴロ、これすべてね、カットボール。桑原には外のカットボール、柴田にはインコースのカットボール、で佐野には外からのカットボールっていうところでセカンドゴロ。で、7回表、宮崎フォアボールの後、外三振、牧三振、山本三振、これすべて外のカットボールで三振。非常に素晴らしい。グッカット。ね。で、DeNA、7回裏。
守備ね、 DeNA の守備ね、広島の攻撃7回裏2アウトから代打阿部がフォアボール、野間レフト前で、ここでねピッチャー交代、砂田に変える京山からね、で小園をね、ピッチャーゴロ、これ2球でね砂田が勝利投手なんだけども、グッズ采配、これ系統非常に良かったね。しかも砂田もねその起用に応えて非常に素晴らしいピッチングだったかなと。で8回表ね、今度は、広島ピッチャー堀江ね、代打大和レフト前で、桑原バントで、柴田ライト前、ワンアウト1・3塁になって佐野ファーストゴロエラー、これね坂倉がねこう取りに行って、逆シングルね1・2塁間取りに行ってホーム、あれ多分ね取っててもねホームタッチプレー多分セーフだったと思うんだよね。まあまあでも仕方ないかね、あのまああれを諦めてってなかなか難しいかなっていうねところかな。でオースティンがその後フォアボールで、ワンアウト満塁になってピッチャー菊池に代わって宮崎押し出しで、森がセンターへの犠牲フライっていうところでね、このオースティンの方はまあビビるかね、まあ、でもそう言ってちゃ終わりだからね、このオースティンのフォアボールが痛かったかな。で結局フォアボールでね連発、最後はねバタバタってねしちゃったかなと。で9回ね、DeNA、山崎康明出てきてね、三島がねちょっとバタバタついたんでね、でもね山崎康明もちょっとまだ押し出してるね、こう最後の松山のやつとかも押し出してたもんね、ちょ全体的にまだ押し出してるんでちょっと怖いかなっていうところはね見て思いましたけども、結果ね、2対4で DeNA のね勝ち、一勝です。はい、続いて、阪神対中日、17日は雨天中止、18日は1対0で阪神というところで、阪神高橋7回95球、2安打10三振、無四球、無失点。まあ、前回登板はね、ちょっとエラーが重なってね、ちょっとリズムを崩して、ちょっと失点っていうところになってね、ちょっとかわいそうだったけども、今回はね、ストレート、ね、マジでうなってたね。もう早い。見るからに体重もね、ふわー乗ってたし、腕のこのシナリーっていうのも非常に良かったし、テレビで見てもってもね、まあ、早かったかなと。で、そっからね、ツーシーム、カットボール、スライダーっていうところで、非常にね、両幅使えて、いいピッチングだったんじゃないのかなと。中日王のね、7回117球、6安打7三振、無四球1失点。もうこちらも非常に素晴らしいピッチング。無四球でね、まあ、仕方なし、援護なしっていうところでね、まあ9回ね、スワレス出てきてね、強打フォアボール。で、福田、レフト前。で、大島、このセーフティー気味にして1号バンド失敗。これ痛かったよ。あれセーフティー気味いるかな、もっと狙わなきゃそれだったら、それかもうちょっと確実に行ってほしかったね。で、その後ビシエドが、ファーストファールフライ。で、福田も三振でね、ゲームセットってなったけども、ここもったいなかったね。いけたね、引き分け。ね。で、阪神はね、6回裏、近本ライト前。で、中野バントきっちり。で、糸原が、ライトへ、先生のね、タイムリーツーベース。まあ、このね、虎の子を1点のをね、守って、阪神がね、しっかり勝ったっていうところで、非常にいい試合だったんじゃないですかね。高橋ね、今後優勝に向けてね、やっぱこの先発に一つ加わるっていうところは非常に大きい試合、意味ある試合になったんじゃないでしょうか。阪神のね一勝です。はい、続いて、巨人対ヤクルト、17日2対8でヤクルト、18日6対6の引き分けっていうところでね、1勝1分けでヤクルトっていうところになりましたけどね。17日奥川先発、7回103球5安打5三振、無四球1つのデッドボールで1失点、6試合連続無四球っていうところで、41回3分の2連続無四球は非常に素晴らしいね。このコントロール、変化球の制球もいい。だからボール先行してもしっかり変化球でカウント整えるっていうところも素晴らしいし、まあ、これね、2種のフォーク、2種類のね、カウント取りのフォークと、空振りを取るフォークっていうところで、非常にカウント取りにもフォークを使えるっていうところも非常に素晴らしいし、まあ、もちろんね、それを活かすためのストレートっていうのも低めに決まってて、グッピッチ。ね。で、スライダーと、このフォークボールっていうところで、まあ、スライダーも縦気味に落ちていくから、このフォークボールとスライダーのね、この縦気味の変化でね、ちょっとバッターはね、見極めが難しそうだね。そういったところでもね、岡本がね、ちょっとね、変な感じのね、スライダー空振りしたけども、まっすぐ落ちるか、ちょっと流れ気味に落ちるかね、ちょっと判断しにくいところが、バッターね、打ち崩すの難しいところになってるんじゃないでしょうか。で、巨人ね、高橋、4回79球5安打4三振、3四球3失点っていうところで、まあ、ストライク先行できた時には、非常にグッピッチできたんだけども、まあ、警戒しすぎてボール先行すると、まあね、結局最後ストライク取りに行って、まあ、そこがね甘めで痛打されるっていうところで、まあ、非常にね痛いピッチングになったかな。やっぱりストライク先行していかないとね、高橋の持ち上げ出ないっていうところで、やっぱ警戒しすぎてボールがね多くなった。で最後ね緩く取りに行ってしまったっていうところがね、非常に痛かったかなと。で、まあ、巨人のねキーポイントは初回ね、吉川初球をねライトへヒットで、ワイルドピッチがあって松原デッドボールで、坂本レフトへ先制タイムリーで、ノーアウト1塁からこう4番岡本1・6・3ダブルプレーね、で亀井三振、ここキーポイント、
ここがトントンっていってればね、ひょっとしたら大きく流れ、ね、これでね、あの奥側もね、立ち直ってしっかりいけたんで、ここパッポーンっていきたかった。で逆にヤクルトはね、3ホーマー、4回3打はね、レフトへツーラン。で、5回山田哲人ね、左中間へホームラン。ね。で、この山田の時もね、ピッチャー田中豊樹、交代して初球、またど真ん中。前回、まあ前回ね、山口のデッドボールで緊急ね、登板だったけども、一緒のことやってる。2回連続。バッと。もうちょっと意識しようよ。さすがに。初球からボール投げろとは言わないよ。もうちょっとコースとか、高さとか考えて投げようよ。ね。で、8回、塩見がね、満塁ホームランっていうところで、まあこれでね、勝負あったかなと。ね。で、18日6対6っていうところで、ヤクルト高橋奎二ね、5回95球、5安打6三振、3四球4失点っていうところでね、まあ、3本ホームラン打たれたけども、まあスタイルはね、もうこれでいいよ。これでいこう。これでいい感じで来てるから、それをね、四隅狙いとかもっと低くとかね、そうなったらね、去年までの高橋奎二になっちゃう。もうね、打たれても仕方ない。これがスタイル。ね。だから貫き通そう。ね。で、4回ね、チェンジアップ坂本、中島にもさ、チェンジアップ。で、5回代の北村にストレート。まあ、これね、ほら、ソロね、3発で終わってるからいいのよ、最悪。ね。これをね、続けていこう。変えちゃダメ。ね。いい感じで来てんだから、こういう日もある。はい。ということでね、で、巨人、メルセデス。4回、93球、7安打4三振、2四球1、5失点と。ね。うちに食い込んでくる球が、ちょっとなかなか、見られないんだよね。で、ちょっとそれが甘くなること多いんだよね。やっぱいい時っていうのは、このクロスのストレートっていうのがすごい食い込んできて、バッターが苦労してるなっていうところはあったけども、ちょっと甘めに入って打たれたりね、ちょっと力がね、弱いかなっていうね。で、あとね、この初回っていうところで、村上のピッチャーゴロね、あれちゃんと取ってたら、ダブルプレーで無失点で生きてたと思うのよ。あれ、ポローンってしたことによって、塩見が突っ込んできてね、ホームインっていうところになって、1点取られた。あれももったいないね。もうちょっとピッチャーゴロ練習してもらえたよね。でね、その裏ね、しっかり岡本がね、このダブルプレー間に1点、ここがね、もうパンパンってね、先ほども言ったようにまたね、前の試合とね、全く一緒、これね、ダブルプレー間にここでパンパンっていければね、また大きく違ったんだけども、2試合連続ね、初回でダブルプレーってなかなかないよね。で、3回表ね、山田哲人しっかりね、犠牲フライっていうところでね、まあ、1点を取りに行く。で、4回の表もね、塩見がね、ライトへスリーランね。です、こう決まったかなっていうところで、4回裏ね、坂本中島がホームランを打って、おまだまだ分かんないねっていうね。で、5回、北村がホームラン、おっと5対4、俺は一気に分かんないっていうところで、また6回表にね、しっかり村上が、2アウト1塁からこのライトへタイムリー、このヒット1本ね、非常に大きかったかなと。でね、あ、これ勝ったかなと思ったら、ピッチャーね、今度ね、大城にストレートのフォアボール、若林ライトでツーベース、2、3塁になって丸フォアボール、ノーアウト満塁から松原レフトフライで、坂本が、タイムリーツーベースでワンアウト2、3塁で、岡本敬遠で、このワンアウト満塁から中地が4、6、3ダブルプレー、ここ行っていけてたよジャイアンツ。まあ、よくね、こう最後はね、よく粘ったかなっていうところでね、結果6対6のね、引き分けになってしまったけども、なんて言っても塩見サイクルアンダーおめでとう。ビッググーからのスパイラルグー、そして流星グー、これコースでございます。おめでとう。後輩として誇らしいですね。これからも頑張っていこうね。というところで、1勝1分けのね、ヤクルトの勝ち越しになりましたね。さあ、続いて、9月19日、カードが変わりまして、ヤクルト対広島、5対1でヤクルトの勝ちということで、広島、高橋光也、4回67球7安打、三振0、2四球1デッドボール4失点と。まあ、もう一皮向けるためには、やっぱりチェンジアップかフォークかツーシームを、やっぱりその、自分の思い通りに投げれるように取得していかないと、ちょっと厳しいかな。この三振ゼロっていうのがね、物語ってる。もうまっすぐとスライダーとかカットみたいな、もう入れていくばっかりだからね。調子がいいといいけども、やっぱ悪くなるとなかなか抑えきれないし、長いイニング投げれないっていうところになるんで、やっぱりもう一皮向けるためには、まあ、里崎チャンネルのね、もうおなじみのこのフレーズだけども、左ピッチャーでローテーションを1年間守りたかったら、チェンジアップかツーシームかフォークを思い通りに投げれるように練習しよう。ね。で、ヤクルト、原。6回110球、8安打、2三振、1四球、1デッドボール、1失点と。まあ、ピンチね、結構多々あったけども、まあ、なんとか粘りの投球、このシュート、スライダーっていうところをね、外打ちに投げ分けて、しっかり幅ができてね、まあ、粘りの投球できたかなと。ヤクルトはね、攻撃、初回、青木がね、ライトへツーラン。で、村上がライトへホームラン。21歳7ヶ月、100号、最年少記録。ビッググーからの、
ナイアガラ君、非常に素晴らしい再現でしょうね。なかなかね超えれない記録をね達成っていうところで非常に素晴らしいかなと。でね、こう、まあ、今回ねリリーフね、今野、2安打打たれたけども3三振、清水、1三振で、石山2安打打たれたけども1三振、まあなんとかレイフちょっと危ないよ、ちょっとバタついてるよね。で4回裏ね、西浦がねこのツーベース打って、で原がバンドで塩見がレフト前行って、これね4回裏のこの1点非常に大きかったかなと。この8番がねツーベース打つの非常にねグッと西浦ね。で結局ねピッチャーバンドして、調子のいい清水で1点取る、あ塩見でね1点取るっていうところで非常にいい流れだったかなと。まあ、広島はね12安打打つもね、正直鈴木誠也のねホームランの1点のみっていうところで、このね棒1本っていうところがね打てなかった、チャンスに1本出なかったっていうところがね5対1ヤクルトの勝利につながったかなと思います。そして、DeNA 対中日、9対1で DeNA っていうところで、 DeNA ね初回猛攻ね、小原がカーブをねレフトへホームランで、柴田フォアボール、佐野センター前で、ここでワイルドピッチロドリゲス、これはねもうキャッチャー取れない、ポーンになってあれは取れない。でオースティンがねセンター犠牲フライで、ワンアウト三塁になってから、で宮崎がライト前タイムリー、牧がショートゴロ、そして外がねレフト前ヒットで計4点ね、非常に初回の猛攻大きかったかなと。で先発ね DeNA 今永、9回118球4安打6三振無四球1失点完璧グッド、もうストレート本当ピーンっていってたね、非常に素晴らしい、まあ、完璧なピッチング、もうテレビで見てても本当に早かったね。2年ぶりの完投というところで、自身無四球完封は初というところで、ビッグクからのスパイラルク、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。でね、5回センターへのね2点タイムリーヒット、まあ、攻撃もグッと非常にナイスバッティング、ああいう姿勢いいよね、ピッチャーでもしっかり打っていくって素晴らしいバッティングだったね。で中日はね5回のダブルプレー崩れで1点取って、あとはもういいところなし4安打というところで、ちょっと攻めてはなかったかなと思います。結果 DeNA の勝ちでした。さあ続いて、阪神対巨人ね、8対1で巨人の勝ちというところになりましたけども、まあ、今日のテーマはですね、同じ采配ミスするかしないか、後続が続くかどうかの差が出た試合だったかなと。阪神は初回、近本がね、ライトへツーベース。で、中野バント。で、伊藤原の時に、ワンアウト三塁。で、ジャイアンツも内野前進守備。引くんだけども、ここで伊藤原がセンター前下で。その後、マルテライトフライ、糸井ショートゴロで1得点止まり。で、でも先制しっかりしました。で、巨人ね、2回表、亀井センター前、丸ライト前。で、ノーアウト1、3塁になってから、ウィーラーがサードゴロ、ファーストアウト。で、この時はまだね、内野前進していないの、もう後ろ。ゲッツー狙い、1点 OK よ、ゲッツー取るよっていう。で、ワンアウト二三塁になってから内野前進してくる。ね。で、大城センター前。このね、糸原がグラブに当てながらもセンター前に抜けて、この時ね、二塁ランナーの丸、非常にスタートグッと。ナイススタート。早かったね、スタートがね。そのおかげでね、しっかりホームまで帰ってこれたっていうところで、非常に丸のスタートがね、良かったかなと思います。で、ワンアウト一塁になって菅野がバント。で、これをね、ガンケルセカンド投げるも、ちょっと一塁から逸れるけども、中野取れます。捕球ミス。バーッと。ね。で、ランナーが2人溜まって、吉川がね、センターへスリーラン。で、続いて松原ライト前、松原がセンター前で、で、坂本がね、レフトへツーラン。計7点っていうところで、まあね、まあこの前進守備どうかっていうところだけども、結局ジャイアンツもね、前進守備してるからね。結局だから同じなのよ。阪神だけが前進守備引いたわけじゃないよ。ジャイアンツも前進守備引いてるのよ。だから結局これはね、後続が、続くかどうかっていうのが一番の差だったね。まああとはやっぱりタイガースもね、これね一番ね野球あるあるなんだけども、まあ1点を防ぎに行って大量失点してしまうっていう、まあ典型的な例です。はい。で菅野はねジャイアンツ7回94球5安打6三振1球1点。まあ立ち上がりねちょっとふわっと見えて力強さ感じなかったけども、まあ大量得点も恵まれて、まあ尻上がりにね、踏み込みも良くなったし、非常にストレートの力っていうのも非常にグッピッチだったかなと。でまあストレート今回はね縦の変化のフォークボールがね非常に良くて、それでね勝負になったかなっていうところがね、非常に低めに丁寧に投げ切ったかなと。で、阪神、ガンケルね、まあ、2回53球、8安打2三振、1四球7失点。ちょっと踏み込み弱い。ちょっとなんか、グッて、グッてこう、体重グッて乗ってないよね。なんか、ふわって浮いてる感じで、こう、手だけで投げてる。だから多分ね、ボールあんまり動いてないと思うんだよね。逆球も多かったし。あと多分ね、緩い、全体的に。ふわってなってる。グンっていうのが、グンっていうのがないよ、本当に。
だからそういったところがちょっとね一気にやられたかなと。だからこの試合はね前進守備引くかどうかじゃない、お互いジャイアンツも引いてるからね、阪神も同じよ。ただね後続が続くかどうか、あとはねこのミス、この中野のミス、これ痛かった。これをもしね取っててアウトにしてたら、まあ、ひょっとしたら吉川のスリーランもなかったかもしれないし、ここでね2失点止まりで済んだかもわかんないね。っていうところでやっぱりねタイガース、こういったミスしっかり防いでいきましょう。結果ね8対1で巨人の勝ちでした。さあ猛暑送り事項の前に今週のベストライン発表。パリーグから投手ロッテ小島、小島だよ。捕手西武森、首位打者現在2位、ファーストロッテレアード、札幌行きつけの寿司屋テイクアウトで堪能。セカンドロッテ中村、3割乗ったよ。サードロッテ藤岡、打撃好調、下位打線活発。ショート楽天山崎、レギュラーダッシュ。レフト日本ハム西川春キスト。センター日本ハム松本、帝京高校前田監督お疲れ様です。ライトオリックス杉本、もう大黒柱。 DH オリックス T 岡田、5階席へホームラン。特別賞あります、オリックス山本、 He is good。 さあ続いてセリーグ、ピッチャー DeNA 今永キレキレ、キャッチャーヤクルト中村、福井商業出身。ファースト DeNA 牧、サイクル未遂。セカンド阪神糸原、海星高校から明治大学、そして JXNEOS から阪神入団。サードヤクルト村上、最年少100号おめでとう。ショート巨人坂本、逆転優勝へ打撃上向き中。レフト DeNA 佐野、勝負どころでグッバッティ。センターヤクルト塩見、サイクルランダー最高だぜ、帝京大学出身。ライト巨人松原、育成で2桁ホームラン素晴らしい。特別賞あります、ヤクルト小川ライアン、力をこもった右足の振り上げ。阪神高橋、優勝へでかい存在になるぞ。はい、さあということでですね、今日の試合デーゲームで行われるのが DeNA 中日ね、ここはロメロ小笠原っていうところになりますけども、まあしっかりね、小笠原ね前回登板非常にいいピッチングしたんでね、どこまでかっていうね、まああと DeNA 打線をね怖がらずどこまで投げれるのか、ロースコアに持ち込んだら中日に目がある、打撃戦に持ち込んだら DeNA ね、そしてヤクルト対広島、森下対石川のピッチング、石川200勝へ向けて1勝1勝積み上げていってほしいね。まあでも打撃好調この森下に向けてね、塩見村上山田、そして青木ね、オスナサンタナ、このね強力打線がどう立ち向かっていくのかね。森下ね若干こうね、なんかこう体の開きが早いんで、そこちょっと注目してね皆さん見といてください。でパリーグはねデーゲーム、楽天ソフトバンク田中マー君対和田っていうね、マー君勝ち星に恵まれるかっていうね、ソフトバンクこれ以上負けたらもうジエンドだよっていうね。でオリックス対西武、本田と高橋、まあ、このね高橋オリックス打線が打ち崩せるのかね、打ち合いに持ち込めるのかっていうところがね一つの課題かなというね。で日本ハム対ロッテ、ロッテはね石川、日本ハムはね川野、まあ石川はね先発帰ってきてからねいいピッチングしてるんで、あのツーシームね、シンカーと速いツーシームのねこのコンビネーションっていうところがどうね鍵を握るかっていうところがポイントだと思いますし、日本ハムも川野ねチェンジアップとかがねあんまりだから、もう短いイニングでスパッと変わっていこう、それがいいと思うね。地元出身なんでぜひ頑張ってもらいたいっていうところでね、さあ今日の試合ありますけども、どんな展開になるのか、両リーグともにまだまだわからない首位争い、ロッテがマジックを出すのか、はたまたオリックスが縮めるのか、全体的にまだまだ混戦セパ両リーグということで、今週のプロ野球も要チェック。